いで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。はあ、よく寝た。今日はレイとメイ起こしに来ないんだな。相変わらず俺が一番遅いか。ま、そりゃそうだよな、仕事で疲れてんだもん。もうちょっと寝てたいところだけど、あんまり寝すぎたらさすがにまた家族サービスがどうのこうのって言われっからな。うー、サービーサービー、やっぱ冬場冷え込むな。しかもこの家目の前が海だから余計寒いよ。おはよう、イクミ、飯はって、あれ、イクミね、レイとメイもテレビ見てねえのか。おーい、みんな、どこにいるんだ？いたいた、なるほどな、こたつを出したわけか。たっちゃん、おはよう、みんな、こたつから離れられないのよ。なんだよ、いいな、パパも入れてくれよ。パパ、ごめんね、今、定員マックスだよ。お前はいいだろ、お前は。レイとメイ、お外は寒いかもしれないけど、あんまり家でゴロゴロしすぎたら太っちゃうぞ。パパ、太ったらどうなるの？え、太ったらどうなるのって、まあそのおデブちゃんになっちゃうぞ。パパ、男の人が言うぽっちゃりは女の人が思ってるぽっちゃりとは全然違うってテレビで言ってたよ。別におデブとぽっちゃりはそのまた意味が違うというか。たっちゃんがぽっちゃり好きだったら私太っても大丈夫ね。おいおい、そうやってお前まで外に出ないつもりだな。いいか、レイとメイ、子供の頃からちゃんとお外で健康的に遊んでおかないと、本当に大きくなった時に丸々した体型になってしまって、男の子から全然モテないぞ。パパ、お外遊びに行こう。ゴーゴーゴー。お前ら分かりやすすぎだろ。じゃあママは池くんとお家でお留守番しとくから、晩ご飯までには帰ってくるのよ、みんな。よし、それじゃあその辺ブラブラお散歩するか。今日は天気もいいし、お散歩日和だな。レイとメイ、どっか遊びに行きたいところあるか？ホストクラブ。海近いから砂遊びでもしよっか。パパ、海って夏に来るものじゃないの？別にそんなことないぞ。海は確かに夏は入れるし泳げるけど、冬場だって眺めることはできるだろ。見ててなんか楽しいの？ぼーっと海を眺めてる時間が良かったりするんだよ。まあレイとメイにはまだまだそれは早いか。よし、到着。それじゃあ海に入ることはできないから、みんなで砂遊びしようぜ。パパ、砂遊びって何？砂遊びっていうのは、まあ単純にこの下の砂を使って遊ぶことだ。なんでもいいんだぞ。例えばそうだな、ドロンコを投げ合ったりとか、あとまあなんか砂で作ったりとか。パパは男の子だから砂団子を作って、それを男子たちで投げ合ったりしてたけど、女の子はまあ砂で建物とかなんか作ったらいいんじゃないか。ほら、パパのお手製砂おにぎりだ。すごい、何でも作れるの、楽しそう。メイもなんか作る。お、乗ってきたな。ここの砂全部使っていいから、何でも作っていいぞ。よし、いっぱい集めるぞ。え、お、え、お。お姉ちゃん、ここ固めるね。レイ、メイ、もうできたか？早くパパも見たいぞ。もうちょっとでできるから待って。パパ、できたよ。お、どれどれ、何作ったんだ？おお、すごいじゃないか。これ二人で作ったのか？レイたちのお家作ってみたよ。どや？すごいな。ちょっとパパびっくりしたよ。まさかレイとメイにこんな才能があるなんてな。パパ、お砂さん遊び楽しいね。もっといっぱい作る。お、いっぱい作れ作れ。パパもお手伝いするからな。ダメ、パパはできるまで見ちゃダメ。なんだよ、今日のレイやけに可愛いじゃねえか。そっかそっか、それじゃあ何かできるたんびにパパに見せてくれよ。たっちゃん、大変大変、早く起きて。
ん、なんだよ、郁美、そんな大声出して。いいから早く見に来て。はあ、おい、なんだよ、郁美、そんなせかして。いいからこっちこっち、ほら、たっちゃん、あそこ見て。え、あそこって。な、なんだありゃ、す、砂の お城。おい、レイとメイ、なんだよこれ、だ、誰かに作ってもらったのか。あ、パパ、ダメ、目つぶって、後ろ向いて。え、それどころじゃねえけど、わかったよ。パパ、いいよ。え、もういいのか。じゃーん、砂の城作ったよ。いや、思いっきり見えてましたけど。マジでこれレイとメイが作ったのかよ。イクミ、お前も手伝ったのか。うんうん、私は何も、毎日時間をかけてコツコツ作ってたみたい。いや、これはすごいぞ。まさかレイとメイにこんな秘めた才能があったなんて。ね、ちっちゃい方がメイが作って、大きい方がレイがほとんど作ったよ。天才かよ。中入っても大丈夫だよな。え、な、なんだよここ。な、なんでこんな家具とかそういうもんが置いてんだ。なんかね、海にいっぱい物を捨てようとしてた人がここに置いてたよ。なるほど、不法投棄しようとしたゴミをあえてここに置いてったわけか。すごいわレイとメイ、それに砂のお城だなんて、なんか素敵。ママ、鬼会行こう。行きましょう行きましょう、砂の階段なんて素敵。パパも早く行こう。おう、そうだな。でもこれよくよく考えたら全部砂なわけだよな。いきなり崩れたりしねえか、ちょっと心配だな。本当にすごいわレイとメイ、あなたたちは私の自慢の子供よ。なんだったらここに住んじゃっていいんじゃない、たっちゃん。バカ言うな、砂だぞ砂、もしかしたら穴が開いたりするかもしんねえぞ。パパ、このお城何点何点。何点どころか100点以上の120点だ。やったやった、毎日作ってよかった。確かにすごいし、レイも喜んでるけど、でもこの城絶対いつかは。うわぁ、結構降ってきましたね。気をつけて帰るよ達也、お疲れさん。この雨だとレイたちが作ったお城、もしかしたらもうなくなってるかもな。ちょっと見に行ってあげるか。ああ、やっぱり跡形もなくなってるよ。どうすっかな、レイたちが知ったら絶対悲しむよな。ただいま。パパ、おかえり。今日はお外雨だから明日砂遊びしよう。砂？おお、そうだな、明日遊びに行こっか。まずい、どうしよう。ママ、今日はお外晴れてよかったね。そうね、今日はお砂遊びできるわね。たっちゃん、本当になんとかしてくれるの？え、なんで？お城、なくなってる！頑張って作ったのに、どうして？レイ、砂のお城はね、お砂さんだから雨に濡れたら崩れちゃうのよ。おーい、レイ、メイ、こっち来いよ。パパも早起きして砂の雪だるまさん作ったんだけど、どうかな。ほら、パパにも点数つけてくれよ。こんなのでレイとメイの気持ちごまかせるかな。50点。40点。普通にちょい辛口じゃねえか。でもパパ、苦手なのにレイたちのために作ってくれたの。ああそうだ、レイたちが砂のお城なくなってて悲しんでるかなと思ったから、パパが一生懸命代わりに作ったんだよ。じゃあパパ、次は3人で何か作ろう。お、それじゃあ次はもっとすごいもん作ろうぜ。いつの間にかレイとメイもちょっとずつ成長してるのね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。
明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。